日差しだけなら春近しを思わせるんですが、残雪を吹き抜ける風がもうとにかく強く冷たい府中東京競馬場です。今年のクイーンカップご覧の13頭、マルガイの除血、ヒシアマゾンがあっさりなのか、それとも土をつける馬がいるのか、4歳牝馬同士の一戦ですが、実況席解説の岡圭次郎さんもヒシアマゾンは硬いという見解でよろしいですか。硬いと申し上げると、このレースがね、そのものが非常に荒れるんですよね。メジロラモーヌが負けたりね、するんで、ちょっとそういう点では何とも自信がないという感じはするんですがね。別定重量で55キロというのも、やっぱりさっき井崎さん言われたように、少し使いすぎてはいるという感じもするんですよね。そうかもしれませんね。でもね、京成杯も激戦でした。はい、見てくれよりは中身がいいですよね。ですからマップリを見てて特別にいいと思わないけども、走らして強いなという感じがするんですよ ね、 なるほどね。はい、さてそのシアマゾン、まあ、単勝でも断然の人気なわけですけれども、はい、その相手は大川さんはどのあたりピックアップされたんですか。一応タックスヘイブン、エイシンバーモント、オンワードノーブル、メープルハートといろいろ並べたんですがね、一番私が面白いなと思っているのは3番のプリオリガールという馬なんですよ、ね、プリオルガール、この出遅ればっかりなんでね、エイシンバーモントと一緒に今日も出遅れるんじゃないかと思うんですが、ね、いや、そんな、いや、そういう馬なんですよね。だけどそれでも距離が伸びてきたから多少はいいんじゃないかなという感じがしますよね。はい、1600m、まあ、昨日は大雪、昨日の朝方まで降り続いた雪のせいで開催が中止になりまして、係の皆さんの懸命の努力でもう芝コースの方、それから朝方はあの障害コースのあたりまでまだ雪に覆われてまして、ずいぶん眩しく見えたこの府中東京競馬場なんですけれども、もう今はそれほど眩しさも感じられません。しかしその雪の名残がそこら中に残っていまして、とにかく冷たい空気が吹き込んでまいります。枠入りですが半数近くようやく終わったようです。タックスヘイブンすでにゲートの中、そしてこれからヒシアマゾン、ゼッケン6番枠の方に向かっていきます。この馬場コンディションは大川さんいかがでしょう。両馬場という発表ですが、もう両馬場ですね。時計が早いですね。さあヒシアマゾンも入りました。最後13番のメープルハート、これはデビュー2連勝中の馬です。13頭立てクイーンカップ体制整いました。スタートしました。揃ったスタート。高田氏はアイランドブルースあたり、それから真ん中をついてタックスヘイブンも行きます。ぐんぐん押しているのは初めて関東にやってきたアイアンフェアリー、このゼッケン11番です。先手を取るのはアイアンフェアリーか、それともうちのタックスヘイブンか。やや控えた小島津弘、タックスヘイブンは2番手になりました。ライネス東証、その外、そして外目からはティアティアラの方です。内々に5番手下がっていくアイランドブルース、ここにいたゼッケン6番にご注目。シアマゾンと中田定時、余裕しゃくしゃくのレースというところか。その後ろミストララーゲント岡部、さらにはこの辺り固まって白い帽子ファルセイト、真ん中からオンワードノーブル、そしてエイシンバーモントの青い帽子、外目からはメープルハート、デビュー2連勝中。後続見てみましょうか。後続は3番のプリオルガールが後ろから2投目、最後方9番の藤野ストーリーは中央初戦です。3コーナーのカーブに先頭から後方までがそれほど広がらずに通過していく 800m の中間点を通過していきましたが、大木秋の向こう側、先頭は8番のライネス投手がわずかに顔をのぞかしているか。内田アイアンフェアリーもまだしぶとく粘っている。前のあたりちょっと入れ替わり激しくなりそうです。 600m を通過したピンクの帽子ピアティアラものぞかしている。そしてその外にいます、黄色い帽子ヒシアマゾン、ゼッケン6番ヒシアマゾン。さあ中立、直線はどこでゴーサインを出すんだろう。シアマゾン、さあどこでゴーサインを出すんだろう。しかし内側からも5、6頭が固まって上がってくるぞ。さあ最後の坂ですが、シアマゾン、シアマゾン、黄色い帽子、内からタックスヘイブン、もう1頭の黄色い帽子、左右内から青い帽子はエイシンバーモント。さあ3頭が抜けたような2枠を通過した。そしてから4番のオンワードノーブルが4番手。さあシアマゾンかタックスヘイブンかエイシンバーモントか、3頭並んだ。内が優勢だぞ、内が優勢だ、エイシンバーモント。さあシアマゾン、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 刺した。シアマゾン、これは負けられないレース。岸アマゾンよくやった。ガッツポーズ中田定時、パッと力強くゴーグルを取って、どんな問題と見せつけた岸アマゾン。さすがは除血、このメンバーでは負けられないというところか。勝ち時計が1分35秒3というクイーンカップです。いやいやいや、ゴール前お母さん、この3頭は思わず実況してる方も力が入ってしまうような叩き合いになりましたが、ヒシアマゾンはね、直線向いた時まだ追ってないんですよね。
左右を確かめてたんですね。ああ、そんな感じでしたね。一旦はこれ、シーパーモンとか出てるんですよね。追い出しが遅れたんですよね。追い出しが遅れてる時に内側2頭狙えたんですがね。一瞬焦ったかな、中田的騎士は。焦ったというか、ちょうどいい追い出しですよ、これでね。そうですかね。はい、ご覧のように着順表示板もすんなり上がりました。クイーンカップ、岸アマゾン圧勝とお伝えしていいと思います。勝ち時計1分35秒3でした。はい。